河野太郎でございます。皆さんにはですね、ブロック太郎と言った方が、まあ分かりやすいかなと思いますけれども、ある方はですね、コオロギ太郎とも、言われておりますけど、まあフォロワー数はですね、200万人というですね、もうすごい人気がございますけれども、まあブロックはですね、まあ日本一ブロックが早いというふうにですね、まあ自負しております。まあコオロギに関してはですね、まあ所感外でございますということでちょっとね、ちょっと小道具に凝ってみましたけども、なんかですね、これね、あの淀川長春、あの何ですか、淀川さんですね、あの映画評論家のですね、さよならさよならさよなら、ちょっとねこれ老眼鏡なんでよく見えないんですよねということで、ここは見えるんですけど、ここは全然そこは見えないっていう、はい、ということで、ちょっとねここやりすぎだという少し応援日本放送ファンの集い、ということで今日はですね、74日目ということになります。撮影日はですね、6月の13日ということですね。はい、ということで、あ、そう、今度の日曜日ですね、6月の16日にですね、高井早苗講演会、なんですか、高井早苗さんと、あれも九州の会ということで、ここはですね、佐賀県なんですけども、あの佐賀県、からですね、佐賀県600人集会というのにですね、ちょっと参加していただ、いや、あの行ってきますので、はい、参加して行ってきます。ということで、唐津のシーサイドホテル、これですね、シーサイドホテルというのがこうあるんですけども、まあ、玄界灘、まあ、佐賀県あって、まあこの辺かな、玄界灘ね、あって。壱岐の島がこうある人、壱岐の島がこうあるんですけども、対馬海峡ですね、で対馬がこうあるんですけども、そして韓国というふうになっておるんですけども、まあそういった感じで、まあ海沿いですね、浜辺のところにですね、まあこうシーサイドホテルというところがありますので、そこでですね、あるということでですね、ちょっとね、楽しみにしております。はい、楽しみにしております。ということで、ウェイちゃん TV ですね、これね見られてる方ですね、佐賀県の方、参加される方もしね、もし見つけたらちょっと声をかけてください。はい、声かけてください。はい、大したことはありませんけども、まあちょっと声かけてください。ということでですね、まあ楽しみにしております。さてね、今回の動画はですね、小池百合子氏ついに出馬宣言ということで、まあ女帝小池 VS ソビエト連邦ということで、題しております。自悪の戦いということは東京崩壊の序国と序教区ということでですね、今回やっていきたいというふうに思いますけども、まあ蓮舫さんね、まあ蓮舫さん、まあね、公職選挙法違反でですね、今ねちょっとね、疑惑も持たれてますけども、まあ三重国籍の次は選挙法違反かと、公職選挙法違反やかということで、もう何かしらね問題をですね、まあ提供してくださる、まあソビエト連邦さんということでですね、今後どうなっていくんでしょうか。選挙が終わってからやっぱりですね、処罰されるのか、そしたらですね5年間の停止ということで、次のまあ都知事選にも出れないと、そしてですね、その前にある衆議院選挙にも出れないということになってきますので、相当なダメージというか、まあ身から出た錆といった感じではないんでしょうか。というかね、もう天からの声、これはあなたはちょっと東京都知事にはなっちゃダメですというふうにですね、ちょっとね神様がですよ、まあ言ってくださってるんじゃないかなというふうにね、思います。ということはやっぱ小池さんかなというふうに、まあなるんですけども、ただ今までの諸行悪行やると考えるとね、まあ、感染症の時にですね、中国に何百万枚ですか、何千万枚ですか、防護服やったりですね、いろんなことをですね、EV 車ですね、補助金、まあですね、日本車の、まあ、あの高性能の、あの環境にも配慮したハイブリッド車、世界に誇る日本のハイブリッド車をですね、国民に、都民に、まあ、売ろうとしない EV 車の補助金までつけてですね、EV 車を売ろうとする悪行、それとかですね、まあ、新築の、まあ、家にですね、太陽光パネル貼り付けてですね、もう関東大震災の時はどうなるのかっていうね、なんかね、まあ、爆弾を仕掛けるような諸行ですね、こういったことをですね、バンバンやってきた小池さん。ただソビエト連邦さんよりはいいかなというふうにね、みんな最近思い始めました。はい、ということでですね、まあ小池百合子さんのですね、ニュースというものをですね、ちょっと、ま、
ちょっとかいつまんでですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。そしてですね、来週告示ということで、選挙戦の構図はどうなるということでですね、Q&A ができておりました。今回ですね、ある程度選挙戦固まったと言われておりますけれども、現職に対して、小池さんに対してですね、蓮舫さんがね、ソビエト連邦さんがいます、ソビエト連邦さんがいますけれども、そしてですね、せーの、これですね、石丸さんとかですね、そして小林幸喜さんですね、それとか清水邦明さん、そして、玉込さんが、他にもですね、何十人とですね、あるということなんですけども、なんかね、選挙戦のこれボードですね、あるんですけども、これ48ぐらいあると言われてるんですけども、なんか30とか40とかなんかそんな人数が増えすぎちゃって困るわというふうにですね、なってきてるということなんですけども、こういった方々、NHK とかも十何人出るとかいう話もありますけども、なんか、ね、今日の朝8まで途中までしか見てないんですけども、NHK 党がですね、ハックすると選挙ボード、あの何十人か貼るものをですね、NHK 党だけ同じようになデザインでですね、ハックするというのはもう選挙するということですね。ですので赤とかでしたらですね、もう10人ぐらいがこうバーッと赤になるということで、 NHK 等がなんかこう目立って見えるということですね。それとかですね、この枠を1万円で売るとか、なんかそういった暴挙に出るとかいうような、ね、話もちょっとありますけども、ちょっと話すれましたね。はい、ということでこの4人の方ですね、注目度が上がってきているということなんですけども、玉上さんはですね、山口、ジャーナリスト山口さんがですね、押しということで、前回のね、何ですか、お注射のですね、デモみたいな感じのことにもですね、田村上さんこう出られておりますんで、ね、それとか地震対策ですね、防災の方もですね、力を入れるということで、言われております。防災といったらですね、清水邦明さんがですね、もうちょっと先駆者というふうにね、今回なっておりますけども、こういった以前からですね、こういった防災の活動されているということで、東京はやっぱいろんなことがね、災害、危惧されておりますので、しっかりしていこうということですね。となると、小池さんのですね、逮捕パネルはどっちなのかなというふうにね、思いますけども、それと小林幸喜さんですね、もう政治家ではないですよね、確かね。で今回昔の亀裂がということで、いろんなことでね、頑張られてきて、来られた方なんですけども、今回はちょっと都政に出るということですね。それで石丸さんですね、石丸さんはもうちょっとね、なんていうんですか、浮上はしてきております。ただ東京のね、都知事の話ですんでね、ちょっとその辺はちょっと弱いかなというふうに思います。ですので、こういうここの中で組織票があるというのは、小林さんがちょっとあるのかなという感じもいたします。石丸さんもちょっとこれはどうなのかなと。ただ玉上さんはですね、参政党の組織票があるんじゃないかなということでですね、ただちょっとね、小池さんとですね、蓮舫さんの組織票にはちょっとかなわないなというふうなところなんじゃないかなというふうに思います。それでは組織票についていきましょう。せーの、ドン。小池さんはですね、これはステルス支援ということでですね、これ自主的に支援を検討ということになっております。自民党も公明党も都民のファーストの会もですね、自主投票ということになっております。ただ小池さんはですね、あまり自民の名前を出してくれるなと、でも組織票はいただきたいということで、ステルスですね、裏からですね、どんどんもう自民党はですね、小池さんを応援するということですね。ただ自民党の中でもですね、やっぱね、確執っていうかな、以前の小池さんの立ち振る舞い、1回目ですね、その時に自民をちょっとね、叩き潰したということで、ちょっとね、自民では小池さんのこと嫌いな人もおられますんでね、その辺のところも、あったんですけども、今回のその会議というところで、会議体というところで、200人全体で一致したということで、小池さん推しが決まったということですね。萩田さんの記者会見もこうあってましたんでね、そういったところで、影で押すと、ステルスで押していくということですね。はい、それとですね、蓮舫さんですね、これは立憲民主、そして、共産党、そして社民党が押すということですね。ここがもう本当に勢いづいてます、今本当に。
ですので勢いつきすぎちゃって、まあ、公職選挙法をバン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 破っておりますね。先日の、まあ、動画出しましたけども、まあ、挑戦しますとかですね、それとかですね、応援してくださいとかですね、いろんなふうなことですね、が問題になってきておりますけども、社民、共産党はですね、共産党ビラの問題ですね、まあ、共産党のですね、まあ活動ビラですね、活動ビラにですね、もう蓮舫さんの写真をパーッと載せてですね、いろんなですね、応援お願いしますみたいなね、これですね、これですね、これを書いてこうビラを出してるといったところで、またこれもね問題になってきております。もうこういったことをね、法律をバン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 破ってね、まあお咎めはもうなしだろうということとかね、問題ないだろうとかね、そんなことをですね、まあ言いながらどん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 進めていくと、やっぱまあ、こちら側の人かなというふうに思いますね。まあ、保守的な方はですね、選挙こう法律を守ろうとしますけども、ギリギリならいいんじゃないのというところでですね、やってくるということですね。まあ、そういったことをですね、もし東京都知事になられたらですね、やられていきます。もう当たり前のようにやっていきますんで、なかなか職員の方、そして東京都民の方、難しくなってくると思いますよ。これは本当に厳しいです。こういったね、まあ、法律を、まあ、ギリギリならグレーゾーンならいいんじゃないのって言ってですね、やってくる人たちっていうのは本当に怖いです。はい、そしてですね、日本維新の会ですね、党員の判断に任せる、まあ、これは自由投票ということになってきます。それとですね、国民民主はですね、おそらくまあ小池さんにつくだろうということですね。令和、これはですね、完全に蓮舫さんの方に行きます。はい、ということで、教育無償化を実現する会ですね、それと賛成党、これはですね、まあ、個別に行くということですね。令和ですね、令和はですね、立憲民主の方に行くと思うんですけども、実際はですね、やっぱり K ですね、つばの党のところにですね、応援に行くんじゃないかなというふうに思います。はい、ただ令和もですね、次がありますので、はい、次がありますので、表はですね、表向きは立憲の方に行くんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっと思ってはおります。はい、ということでですね、まあ、小池さん戦略家ですからね、まあ、最後に何か仕掛けてくるんじゃないかなというふうに思っておりましたけども、やっぱり仕掛けてきましたね。6月の、まあ、初めの頃にですね、住民税非課税世帯などに1万円分の商品券物価高騰でということでですね、ニュースが流れました。これはですね、物価高騰に苦しむ、まあ、住民税非課税の方に対してですね、まあ、1万円を、まあ、配るということですね。何ですか、700万世帯とか、まあ、飯山あかりさんのチャンネルで言われておりましたけど、まあ、詳しいところはそれ見られてください。700万世帯とか言われておりましたからね。有権者数は1100万か、そういうぐらいあるんですけども、世帯数としてはですね、700万世帯、それのですね、何十パーセントか、100何十万か、まあ、ちょっとパーセントと人数ちょっと忘れましたけども、小池さんのですね、前回の得票数は360万票ですから、それに100引くとか200とか、まあ、そのぐらいの、まあ、住民票払われてない方が、まあ、おられると、住民非課税、世帯がおられるということでですね、かなりのですね、まあ、ギリギリ買収じゃないということでしょうけども、やっぱりこれを配られると、まあ、生活の苦しい方がですね、あ、やっぱ1万円いただいたんで小池さんに入れようかなというふうにですね、重い腰を上げてですね、投票に行かれる可能性がむちゃくちゃあるということですね。ですので、小池さん、やっぱりですね、こういうことを、まあ、やってきたということで、暮らしの応援事業ということでですね、これはですね、商品券とか、いろんなですね、ニーズに合わせてですね、まあ、出されるということでですね、かなりですね、まあ、宣伝されるんじゃないかなというふうに思います。まあ、宣伝と言いますと、小池さんはですね、まあ、現職の時にですね、まあ、それは感染症の時にはですね、かなりでテレビに出られてですね、感染症予防対策についてですね、テレビにバンバン出られました。顔つきでですね、そしてポスターもですね、もう相当な金額を使ってですね、まあ、自分はアピールしてきました。ということで、まあ、こういった、まあ、暮らしの応援、的なものをですね、やられてですね、まあ、皆さんの、その知名度っていうのはですね、一番あるんじゃないかなというふうに思います。ですので、そういったところで蓮舫さんも知名度ありますけども、やっぱ過去の人ということでですね、まあ、今小池さんの方が現役がやっぱり強いということですね。
まあ、ですので、まあ蓮舫さんがなるよりですね、まあ、小池さんがなられた方がいいかなと思います。ただ小池さんがなられた時にですね、やっぱり都議会が頑張っていただいて、まあ変なことしないようにですね、都民が苦しまないようにですね、それは 都議会がですね頑張って、まあ防いでもらいたいかなというふうに思います。ですので、都議会の自民党系がですね、頑張る、そしてですね、おめえ挽回ですね、こういったもうことからもう小さなことからコツコツとですねやられて、まあ自民党を挽回してもらいたいなというふうに思います。そうしないとですね、日本保守党がでかくならないです、本当に。もう本当に、ですのでそういったまあ都議会のですね保守的な自民党の方がまあ頑張っていただいて、そして、まあその流れに沿ってですね、保守党がでかくなる時にですね日本保守党も一緒にでかくなるといったところでですね、やっていきて、もらいたいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ変な風に進まないでもらいたいというのは、ね、やっぱり、先日ね朝8でも出ておりましたけども、東京のもう火災場ですね、まあ最上ですよね、まあ、何ですか、火葬場ですね、やっぱね、火葬場ですね、火葬場、ちょっと忘れてしまいました、火葬場、まあ、この辺、我々佐賀県の田舎町ですけども、1万円で、まあ、まあ、焼いてくださるということなんですけども、これはですね、補助金が出ます、これはですね、ちょっと補助金が出ます、1万円払うんですけども、1万円の補助金が出ます、ということで、ただということなんですけども、ここの、まあ、東京ですね、火葬場ですね、今回、9万円になったということで、まあ、問題視されておりました。というのもですね、中国の企業がもうほとんども買い占めちゃったということでですね、そして燃料費の高騰とかなんかいろいろ言ってですね、まあ、倍ぐらい上げたんですかね、4万ぐらいのなんか倍ぐらい上げたということでですね、9万円でこうやってどん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 上げてくるんですよ。ですので太陽光パネルもそうなんですよ。太陽光パネルもね、昔は日本の企業というのがちゃんとしてたんですね。でも低価格でボン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 やってきてですね、潰したんです。そしてガンと入ってきたわけなんですね。今はもう日本企業もどんどん入ってきて、まあなんとか電力とかやってきておりますけども、日本企業もやっておりますけども、今回ねこの火葬場もですね、まあ、9万円ということで、横浜は1万2千円ということですね、リーズナブルですね、というかこれが普通だと思うんですけども、まあね、まあ補助金、ね、行政の方から補助金も入りますんでね、このぐらいの金額でいくんでしょうけども、この火葬場9万円恐ろしいですよ。これがね10万20万とかもう100、日本人だけ100万とかね、これ民間ですからね、やりかねません、本当に。ですのでですね、こういったことでですね入り込まないように東京都、ね、都知事、というのをしっかり皆さんね考えられて、決められた方がいいかなというふうに思います。いいかなというぐらいじゃダメです。やっぱもうちゃんとしっかり考えてください。あの東京のですねやってることは田舎に波及してくるんですよ。他の都道府県にこう波及してきますんで、ね、1年遅れとかそんな風な感じで、ね、佐賀県にも波及してきますんでね、そういったことを本当にね東京ねもう頑張ってもらいたいと思います。はい、ということでまたちょっと終わり暗くなっちゃいましたけども、今度ですねちょっと16日の高橋早苗さんの、ね、講演会ちょっと楽しみにしてですね、そっちの方にちょっと意識を向けてですね、気持ちをちょっと高揚させてですね、まあちょっと私もですね、生きていきたいというふうにねちょっと思いますけども、はい、ということで、今回もですね、まあ皆さん前回いただいたですね、まあコメントをですね、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、73日目ですね、東海4県党員 大会、開催おめでとうございますと、いったところのですね、動画に皆さんコメントいただきましたので、そこをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、ディアネさんですね、ちょっと読み方間違えたら教えてくださいね。はい、こんばんはと、今札幌では白い、綿毛が舞っていますと、何でしょう、綿毛が舞ってますと、ポプラの木のものです、木のものですと、何ですか、北大のポプラ並木、あ、切れそうですね、大通公園などポプラ並木のものですということで、保守党への分断工作ですねと、すごい言い方をしますと、ニューヨークはサンクチュアリシティ、世紀都市で、何ですか、イミグレンツさんいらっしゃいという立場を取っていた結果ですと。おーですね、わかりますということで先日札幌は都市移民を目指すごときの特区指定と、市民からしたら大迷惑ですというふうにね言われて、本当大迷惑ですよ、何が特区だというふうに、もう日本人の特区作れやというふうにね思いますけども、
本当にね、多分もうほとんど市民は知らないですよという、知らないんですね、本当こういうのが怖いですよね。もうステルスでやってきますからね。パブコメも取らずに、内閣が一方的に決めたようですと。これはすごいですね。もうなんかこうで、なんかこう共産主義みたいなことになってきましたよね。はい、これに GX を絡めた、絡めてますから、 HG 参議院議員が関係していると思います。ふざけんなと、怒り浸透ですというふうにですね、保守党さん自分を蹴散らしてくださいなというふうに言われているのをポチッとしておきます。はい、一見の返信ということで、北海道大事ですと、本当にですよ、大事ですよ、大事だよですよ、頑張ってくださいというふうに言われております。はい、和美さんですね、本当にありがとうございます。はい、もう北海道シムシ島の戦いでやっと守ったのにどうなんだと、今ね北海道民は本当にね、あのしっかりまあ考えてるんでしょうけども、政府が政府ですからね、本当にもう本当にあの攻めてこられて人が何十万人も死なないと日本政府分かりませんよ、本当に。ディアネさんですね、はい、まあ北海道は汚いの地って言わないでください。もう北海道は北海道です。もうタラバガニがうまい町私それしかない、食べ物しかないっていうね、本当に内地からは相手にされないだろうなんて、そんなことはありません。北海道はもう本当に日本が誇る大地、もう九州の人間から見たら本当に行きたいところナンバーワンですよ。北海道はうちの神様、本当に行きたいと言ってました。海外旅行より北海道に行きたいです、我々は。本当に北海道大事だと思います。もちろんです、和美さんですね、はい、重ねてありがとうございます。はい、次行きましょう。はい、Y0 ですか、 YO563 ですね、愛知、三重、岐阜、静岡、織田信長が最初に切り取ったとこやというふうに、言われております。はい、ね、織田信長がいたところということですね。はい、うんちくはありませんすみませんということで、まあ、佐原さんですね、日本のマスコミは世界でもありえないほど日本を良くしようとか、家族友人を大切にしたいと訴える政治家を貶め、他国に利する党や政治家を持ち上げる、特にテレビがひどいというふうに言われております。な、本当にあの日本人ってやっぱりね、いい子ちゃんぶるんですよね。本当にいい子ちゃんぶります、ですこういったところはですね、まあテレビに現れてるんじゃないかなと。視聴率が稼げますからね、いい子ちゃんぶってたら。あ、ということで、ひどいですねほんまに、ということで和美さん3連投ということでありがとうございます。はい、ツッコミ担当というふうになってきましたね。はい、次行きましょう。石坂さんですね、着実に前に進んでいますねというふうに言われております。はい、着実にですね、前に進んでおります。こういったですね、まあ講演会じゃない、これね、政治資金パーティーでしたっけ、これね。これね、こういうことをね、どん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 進めていくと、まあね、日本保守党もですね、拡大していくかなというふうに思います。これでですね、まあ1500人ということは1500万集まったということでですね、まあ衆議院選挙、まあ一人分ぐらいの選挙ね、資金がまあ集まったんじゃないかなというふうに思います。ですので、こういったことをどん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 やってですね、資金もどん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 集めてですね、議員さんボンボン、あの有名どころのですね、どなたかをですね出されたらいいかなというふうにね、私はですね期待をしております。はい、ですので佐賀県とか、あ、今度福岡県、今度あるんですけども、どこかなとね、いうふうに思いますけども、高市早苗さん、例えば、あ、福岡県で、高市早苗さん講演会された時はですね、ソラリア西鉄ホテル福岡と8回と、まあ、福岡といったらこういったところはね、まあいろいろありますんでね、これあの西鉄から直ですからね、直このホテルですから、あ、まあね、まあ有本さんとか百田さん来られた時にですね、まあ、JR で来るのかちょっと分かりませんけども、まあ、福岡空港からですね、まあ、直でここに、ソラリアにこう来れますんでね、西鉄ホテル福岡、これいいんじゃないかなというふうに思います。富子さんですね、どれか、はい、私も百田さんは金銭面を言わない方がいいですよというふうに、ね、あ、クエスチョンですか、せっかくの頑張りに違和感を覚えますというふうに言われております。まあそうですね、ちょっとね、百田さんもね、やっぱり X 党でいろいろ言われてですね、ちょっとね、嫌気がさしたっていうかな、もう呆れ返ってるんじゃない、もう怒りがですね、込み上げてきたという感じですね。私はですね、これはこれで、まあ、党員の方の、まあ、意見もわかります。というのも、党員というのはですね、まあ、会社で言うと株主なんですね。
ですので株主はやっぱり言う権利あるわけじゃないですか。ですので会社に対してですね、党員というのも党に対して執行部に対してですね言う権利というものがございます。ただ言い過ぎるとやっぱり良くない、株主も言い過ぎると良くない、ということで党員も言い過ぎると良くないということで、どうしたらいいかということはですね、もう最終的に決算書を出すということですね、まあ年度末それとかですね、次の党員のですね募集するときの前にですね、まあある程度の簡単なもので結構ですので、まあ選挙戦でこのぐらい使いましたとか、事務所表記でこのぐらい使いましたとか、そういったところのですね簡単な講演会の何て言うんですか、政治活動の報告で、するものがありますので、あれの開示とかね、そういったものをですね、党員だけにですね、党員だけに、まあ何らかの形で示したらいいかなというふうに思います。菊池さんですね、お願いしているので当たり前の話なんですけどねということですね。はい、まあ井山かりさんの話でしょうね。私も思っております最初からこれはなんでそんな風に疑問に思うのかなと私だと思いますけども、まあ頼んでるんでね、まあ請求費用はまあ当時出しますよって、それは当たり前かなというふうにちょっとまあ私は最初から疑問にも何も思わなくてスーッとそんな風に思ってましたんでね。はい、そういうことなんですね。ですので、有名人に頼むときはやっぱそうですよ。ですので頼まないのに私が出ますというときは自分で出してくださいとちょっとすいませんというふうにですね、なると思いますけども。はい、次ですね、山彦さんですね、山彦太郎さんですね。はい、深夜のラジオ番組みたいですねと私のコメントが読まれたと嬉しくなりましたというふうに言われております。ありがとうございます。まあこうやってね、まあ力の限り皆さんのコメントをね、まあ読んでおります。ご紹介しております。というのもですね、やっぱ面白いんですよ皆さんのコメントっていうのがですので、これはもう最近私の一番の楽しみになってきております。ですのでですね、こういったいろんな方がですね、こういった桜の父さんとかですね、もう常連中の常連の方がですね、毎回書き込んでいただいておりますので、本当にありがたいかなというふうに思います。ですのでですね、まあ山彦太郎さんですね、もう山彦太郎さん何回か読んだような気がしますけどもね。はい、まあいろいろ書かれてください。よろしくお願いいたします。はい、桜の父さんですね、上ちゃんお疲れ様ですということで、つかみはということでちょっと泣き笑いをされております前回なかったんですよね確かね、忘れておりました。今回ね、今野太郎さんどうでしょうか皆さん、これ河野太郎さんどうだったでしょうか。これね、これもう小道具まで作ってね、これね100均でこれ買ってきたんですよ。これね、老眼鏡しか売ってませんでした。はい、ということでいろいろありますねと、私は器小さいから党全体のことは語れないから私も器ちっちゃいです、もうこのぐらいしかないから、おちょこぐらいです私もね。はい、全体のことは語れないから、河村隆市長と議員団の方々、竹上支部長と前回惜しくも浪人中の地元の方を口は出さず応援しますと、上ちゃんアシストお願いしますというふうに、ね、言われております。引き出しのですね、桜の父さん頑張られておりますんでね、森下俊也さんですね。はい、ということで、この間もね森下さんね、お手伝いに来られてですね、本当に、よかったと思いますというか大変だったないうふうに思います。で、桜の父さんも大変お疲れ様でした。はい、ということでですね、次行きたいと思います。四つ葉のクローバーさんですね、高井さんの唐津での講演会、情報を楽しみにしてますとこういうことで、本当ですちょっとね頑張ってきますので、皆さん代表してですね、やっていきたいと思います。日本保守党のこのファンの通りの方にはですね、高井さん嫌いだっていう方もおられますおられますんで、ただね、動画はちょっと違うような形でね、出したいかなというふうに思います。ですので日本保守党、意味分かりました、日本放送ファンの集いではですね扱わないですね、タイトルはちょっとつかないと思います。高井さんないということでですね、まあタイトルはサムネイルはつくというふうに思います。日本放送の九州での党員大会も本当楽しみということですね。福岡でですね行きたいですね、お願いします。平日無理です、日曜日にしてください、本当に日曜日にしてください。九州での盛り上がり楽しまんとねということで、百田さん、有本さん、待っとるけんねというふうにね言われております。ですので今回福岡ね、1500人体制ぐらいはちょっと会場お願いしますね。でこの弱小チャンネルなんか多分ね見られてないと思いますけどもね、まあそら思ってるんでしょうね、やっぱね、名古屋であんだけ集まったということは、まあ福岡でもそのぐらいは集まるだろうなというふうにね、思われてるんじゃないかなと思います。ただ党員の数ですね、これでちょっとねどのぐらいね、
名古屋とこっちと、まあ、バランスですよね、それでくらいで決められてるんじゃ決められるんじゃないかなというふうに思います。辻元さんですね。はい、ありがとうございます。日本保守党風というふうに言われております。ちょっと意味わからないな、これな。日本保守党風の風、風は何の風でしょう。風の風ですか、それとも風の方ですか。どっちでしょうこれね、どっちでしょう。はい、次行きたいと思います。はい、時間もあまりありませんでね、株式会社マジオさんですね。本当にいつもいつも株式会社マジオさんありがとうございます。73日目、取り替えてくれないか明日いたしますと。忘れていた事柄がありまして、どうなん最悪駆逐を目指していましたか。ほんのちょっぴり社内で喋っちゃったら、なんとみんなが最悪で駆逐されました。こちら側がやられてしまったということですね。今日本を愛して会社を愛して まとまった会社に所属してまた左翼を駆逐撲滅に邁進できるかもよと、ブブブブブブブというふうにこれからもおとなしくしますというふうに言われております。大丈夫です、大丈夫です。強くいきましょう、強く、皆さん強く力を合わせて頑張っていきましょう。はい、ということでちょっとおとなしくしておきましょうか。ちょっとね、会社では、会社ではここではこのファンの都合では暴れ回ってください。その分ポチッとしておきます。はい、次かずみさんですね。かずみさん、はい、会社が全体的に最悪だなんて大変でしたねということで、それはサルドが良かったと思います。あのね、まあそうなんですけども、あのね、本当にね、田舎では左翼、この辺りでは本当に左翼ね、強いんですよ、本当に。声がでかいですから、本当に。もう困りますよ、本当に。はい、達夫さんですね、ありがとうございます。会場、集まりやすいのは福岡1300人、大会というふうに言われております。1300人、1000人以上はやっぱ来るでしょうね。差が600人、ちょっとって悲しかったですけど、あの600人という数字聞いて、ちょっと悲しかったですけど、でもまあ、ね、佐賀県も頑張ってますからね、福岡県、1300人、まあ、このぐらいは来られるでしょうね。はい、次行きましょう。達夫さんですね、政治資金パーティーなのですと。福岡大会、その後は関西大会ということで、ねじろ押しだよということですね。ねじろ押しだよということですね。本当に楽しみかなということに思います。はい、連投ですね。まあ、飯山かりチャンネルということで、皆さん飯山かりチャンネルも見ましょうねということですね。はい、福岡大会は1500人規模大成功しますと、いうふうにポチッと押しておきます。次のですね、達夫さんですね、四国大会1300人、沖縄大会1200人。この数字の根拠は。次、笑っていいんでしょうか。お金は場合によっては人間性が出ますからねというふうに言われております。はい、まあお金は大事ですけどもね、大事ですけども、必要以上に持った場合、人間ってちょっとね、俺、私ちょっと怖いですね、そういうのはね。まあ普通でいいかなというふうに思いますけども、このお金っていうのは誰のお金の話が出る、百田さんの話かなこれ、まあちょっと分かりませんけども、というかね、皆さんの、まあ、そういったこういった政治資金パーティー、何のためにもらうのか、あのいただくのかということですよ、日本保守党が。それは次の衆議院選に備えて資金を蓄えるということですよね。はい、ですので、まあまあね、明確に、まあ、デジタルでやるのが日本首都というふうなことを言われているわけですから、そういったことは、ね、デジタルでもうちゃんと処理してですね、党員の方にバンバンバンと送れば、決算ですね、決算報告すればですね、まあ、済むことかなというふうに思います。それでですね、まあ、変なことに使ってないならボンボン使っていいかなと私は思いますよ。ということで、もう、コマーシャル、日本首都のコマーシャル作ってください。日本保守党コマーシャル本当作ってください。コマーシャル作ってください。もう何回言いました、3回言いましょうか。日本保守党のコマーシャル、日本保守党のコマーシャル、日本保守党のコマーシャル、これ作ってください。もう日本保守党のコマーシャル本当に作ってください。これやるとね、まあだいぶね、違うと思いますよ。それとかですね、まあワイドショーとかにですね、百田さんちょっとね、スポンサーになってもらって、スポンサーになってもらって、党員の方使ってですよ、スポンサーになってもらって、まあテレビ番組に出るというふうにですね、やってもらいたいかなというふうに思います。そうするとですね、またね、変わってくるんじゃないかと思いますけど、はい、何ですか、上ちゃん、カンパ集めて市議会議員に出てくださいと、やりすぎ上ちゃんというふうになってますけども、まあ、無理ですと、今、区長ですか、私、区長、区長ですよ、もう、むちゃくちゃ忙しいんですよ、今、もう本当に忙しいです。
もう本当に忙しいですよ。ですので、いろんな会議体にですね、もうちょっとね、お呼ばれして行ったりしてですね、それとかですね、要望書、もう何枚も何枚も、もう期待が多いですから、私の場合。違う。もう本当に、もう若いからちゃんとしてくれるやろ、もうって言ってですね、ボン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 来るんですよ、私の要望書がですね。次ですね、岩屋さんですね、自民党保守党、あ、自民党保守派の高市早苗さんを応援ということで、ポチッとしておきます。一件の返信。C、しずる K さんですね、楽しかったやろね、百田さんほ、ちょっと意味わからさん、ちょっとわかりません。はい、まあ、コメントありがとうございます。浜崎さんですね、何としても国政ですというふうに言われております。本当ですね、もう衆議院選、まあ、いつになるかわかりませんけども、ただ確実なのは、来年の10月ですかね、そう、総選挙、ま、任期満了ですからね。そこは確実ありますけどもね。はい、まあ次選ね、総選挙あっても短命ということですね。はい、ですので、チーズル K さんですね、楽しかった見たというふうに言われております。もし私のことはこのチャンネルだったら本当に嬉しいですけどね、本当にありがとうございます。はい、次行きましょう。タニアさんですね。はい、上ちゃん、お金の問題じゃないですよ、ほんまですよと、飯山さん先生は仕事辞めて出てるんですよと、有本さんが お願いしたんですから、期待感の表れねと、親便いらん話はいらんというふうに言われております。そうですね、お金の問題じゃないんですよ、私もお金の問題じゃないと言いました。これはですね、有本さんがですね、この日本をどうにかしてくれと、この東京もどうかしてくれということでですね、飯山彼さんにこう頼んだということでですね、最初にお金の話多分しないと思います。わかりましたと飯山彼さんに言ってですね、そしてそれからですね、じゃあ党費で、まあ賄いますからということでですね、お金は後から言われたんじゃないかなと。これはまあ普通そうですから、そうだというふうに思います。ですので本当にね、飯山彼さん、まあ、百田さんとですね、一緒に行かれてですね、選挙前に行かれて、そしてこうお願いしてですね、まあ、保留と、まあ、お休み状態というお話をね、ちょっとされておりましたけども、先日の飯山彼さんのですね、まあ、チャンネルを見るとですね、やっぱり、まあ、急にそんなに復帰はできないよということで、スケジュールももう決まっちゃってますんでね、そういったところで、まあ、しばらくは、まあ、お休みされるんじゃないかなということで、まあ、やめてるのかもしれませんね。はい、ということで次行きましょう。おー、すごい高級ですね。大雄さんですね。日本保守党、頑張れ、そう、急いでということで、日本弱体化させる勢力が加速しているよ、助けてというふうに言われております。本当に私も本当に急いでもらいたい。ただね、やっぱもうこれは着実に進んでいきましょうという、まあ、執行部の言葉でした。蘇生残労 に走らないということですね、そういったことですので、小倉さんですね、日本保守党を分裂させようとの動きが強まっていますと、党員団結必要ですということで、日本保守党ファンの集い、やっていきましょう皆さんですね。ここですね、意見交換してですね、もう本当に日本史と末永く続けていきたいかなというふうに、やっぱね、みんなで、頑張っていきましょう。はい、藤岡さん、こんなイベントに酔いしれてる時期かよ、あかりちゃんが泣いてるよというふうに言われております。今日飯山からさん出られておりましたけども、ちょっと泣いてはいませんでしたね。ただ酔いしれてる時期かよということでですね、ちょっとね、私ね、あのね、個人的なんですけども、酔いしれたい、本当に酔いしれたい、酔いしれたい、やっぱね、酔いしれんとダメなんですよ。どん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 自分をこう鼓舞してですね、そしてですね、日本を盛り上げていこうと、団結していこうというふうにですね、やっていかないとですね、本当に、テンション下がります。1、ヒロさんですね、日本保守党が大きくなることを願うものとして、この動画を貴重ですというふうに言われております。頑張ってくださいというふうに言われております。ありがとうございます。なんかいいですね。貴重なチャンネルだということで、まあ、この方大好き、ヒロさんですね、ありがとうございます。またコメントください。またコメントください。ありがとうございます。はい、貴重ですと、ああいいな、貴重ですということで、ヨシさんですね、移民について日本と欧米は歴史が違うことを日本国民は知っておく必要があると思います。カナダは移民国家ですが、治安はいい、アメリカは黒人奴隷の暗黒の歴史以来の移民国家であり、慣れているはずであるが治安は極めて悪いと、公衆トイレでさえ作れない国であると
ということですね。欧州は植民地の国から移民は国籍が取れる。夕方からの外出は危険であった。現在植民地以外の国からの移民が大量に流入し、治安の 悪化で、軍隊が治安に当たることが得ない状態になっているということで、このように古くから移民に対する対応に、慣れていた国と日本は全く違うと。このまま外人の不法入国を許すと日本の治安は完全に破綻すると思われるということですね。もう本当に本当にですね、やっぱり日本は島国でしたからね。ですのでこういった移民のですね、数っていうのはなかなか少なかったんですけども、それで、もう本当に、甘い日本人の甘い考えでですね、性善説でですね、こういったことを許してきたということで、今後はですね、どん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 厳しくいかないと、こういったですね、移民問題がだん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 ひどくなってくるということですね。ですので、こういった神社仏閣とかにですね、まあ騒いで入るとか、ガンガン鳴らすとか、賽銭箱を足で蹴るとかですね、こういったもう罰が当たるような行為というのを信じて、やからがですね、バンバン流行ってくるということで、靖国神社にですね、鳥居にトイレと書いて、おしっこの真似をすると、真似やっちゃったのかどうか分かりませんけど、ああいう不届き者がですね、まあ、嫌がらせを目的にやってくる、日本人とか、まあそういった、まあ、日本の制度を使ってですね、この日本、世界に有するインフラを、まあ、有している日本をですね、まあ、ただ食いしようという やからとかです。そういったものにやっぱ防いでいかなければならないということですね。ですのでこの日本保守党の三本の矢ですね、三本の政策について、この移民政策ですね、移民問題というのがですね、やっぱ上がってくるんじゃないかなというふうにね、私は思います。寺内さんですね、党員大会そして送別会となったということで、ちょっと意味がわからないな。次行きましょう。藤井さんですね、選挙に金が必要なのは当たり前、声を出して集めましょうということで、本当ですね、こういった党大会ですね、いろいろやってですね、どんどん、まあ、一回やるとですね、まあ、一人分ぐらいの選挙、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと1500万ぐらいじゃちょっと足んないかな。ちょっと、半人分ぐらいは稼げますね、半人分ぐらいはですね。はい、ということで、あ、それとですね、有本さんが言われてたんですけど、ポスター貼りはですね、この間東京15区業者に頼んだと言われておりましたけども、あれ、支援者に大半は頼んでですね、支援者に配れない分だけ、業者に頼むというふうに大体みんなされてますけどね、なんていうんですかね、支援者っていうのはですね、一緒に頑張ったというのが票につながるんですね。一緒に汗をかいたというのがですね、支援者っていうのは喜ぶんです。それで一票、そしてですね、その一票が汗をかいたということでですね、他の人に言うパワーまで与えてくれます。ですので、やっぱ支援者という方にはですね、ちょっとね、ちょっと気の毒と思うんですけども、どんどん頼んでいかないと。支援者はそれが目的で支援してるんですから。ですので、大変です。やっぱりそういった支援者っていうのをですね、こうまとめるのは大変です。でも有本さんが任せずに他の方に頼んでですね、そういったことをやっていかないと、わっというのが広がっていきませんでね、業者を使うのはまあ二の次ということですね。はい、浩二さんですね、上ちゃんお疲れ様と。赤い狐またの名をソビエト連邦はですね、逃亡中革命段取り、それを仕方して逃亡してると、ソビエト連邦、あ、連邦ちゃんはちょっとね、逃亡中と囲みをちょっとね、しかとしてすると、自分には甘神キツネぜ、人にはもう噛みつきガメと、自分には甘神キツネということで、絶対に当選させる、間違いなく東京都崩壊ということですね。ポチッとしておきます。今日のタイトルそのままでしたね、これね。本当にね、小池さんありがとうございます。山口さんですね。はい、上ちゃんね、私は佐賀県出身で、今は東京の、何ですか、稲城市に住んでいますと、上ちゃんのお話が好きですというふうに、ありがとうございます。大好きで、パチッとピチッとなんかしてますね、ウィンクかなんかされておりますけども、ありがとうございます。これからも末永く続けてくださいねと、今、パチッと押してきます。はい、末永く、見てください。
皆さん本当に、ね、貴重な時間をねこの時間使っていただいて本当にありがたいというふうに思っております、ですので、こうやってですね、なんか小道具なんか使っちゃって頑張ってますので、これね小道具使って頑張ってますのでね、皆さんよろしくまた、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、次ですね、エンジさんですね、福岡と朝八で行っておられましたということでポチッとしておきます。本当ですね、福岡は本当に、ね、ソラリア、あ、なんとかプラザもう忘れましたけどもそこが一番いいかなというふうに思います。はい、伝統ですね、前田さんですね、日本保守党は今は力を蓄える時だというふうに言われております。はい、次の 衆議院選挙に向けてですね力を蓄えていきましょう。はい、次ですね、まつりさん、次は九州見たいですねと、公開道でやるのも楽しい感じがしますねというふうに言われております。立食パーティーもいいけどいろいろなやり方があっていいかなと思います。ということで、もうこう座ってこう見るだけがいいと思いますよ。もうさっきこの間みたいにですねちょっとしたグッズをもらうということですね、あの手先はちょっといらないかなと思いますけども、缶バッジは良かったですね、缶バッジね、それとかですね、多分例えばねこうここのバッジね、あれをねつけてね、ね、のもいいかなと思いますね。あの缶バッジよりなんかこうちょっとちゃなんかバッジがいいんですよ、普通のねちっちゃいのツーツーつけるとか、それとキーホルダーね、キーホルダーいいじゃないですか、キーホルダーなんか作ってもらったらいいかなと思いますよ。女性はねやっぱキーホルダー好きですからね。おもう次もう終わりましたねこれでね、熊野浩二さんありがとうございます。上ちゃんおばんですと、ソビエト連邦が倒せしたら大変だよと、なぜか外国人参政権ですと外国人参政権は反対でしたけどもね、いつの間にか参政になってましたね。ソビエト連邦を支援する共産党、以前赤旗に参政権を国会に法改正を申し込んだとしてたし、元武蔵野市長木下だっけと、間違えたらごめんなさいと、立憲だねと、参政権をやるんですよって言ったら張本人と、立憲共産党が県や市のトップになれば悲惨なことになるのは火を見るより明らかということですね。尖閣諸島の部位を7月で1年経ちますが、今まであ忘れてました、放置してたままなんですね。岸田政権でこんなものをソビエト連邦になれば差し出すでしょうというふうにですね、言われております。ポチッとしています。はい、ということでどうだったでしょうか。最後にね、岸田政権のお話出ましたけども、今度のポスト岸田ですね、どんな風になってるのかというちょっと話題もね出てきております。まあキーワードとしてはですね、キングメーカーの話ですね。まあキングメーカーといえばですね、麻生さんですね、そしてもう一人のキングメーカーといえば菅さんということになってきております。まあその横にですね高市早苗さんねおられますけども、まあ福岡の先ほどのね、福岡の話出ましたけども、武田良太さんですね、まあ麻生さんとちょっとねバチバチということで、やってきてなっておりますけども、まあ、福岡のドンの争いですね、山崎拓さんとかですね、古賀誠さんとか、まあ、過去にもね、まあ、ドンいましたけども、そういったところでね、まあ、武田良太さんとですね、まあ麻生さんがですね、まあ、ちょっとバチバチやってるというところですね。ですので、まあ、菅さん推しということは、まあ、武田良太さんがなってくるかなというふうに噂もされております。それとですね、加藤勝信さんの話もちょっとね、出てきております。加藤勝信さんといえばですね、まあ、昔ですね、まあ、安倍総理がですね、中川翔一さんから引き継いだ創生日本ですね、の時に高市早苗さんと一緒にですね、まあ、活動されてきたといったところもありますけども、その後ですね、いろいろもうあってですね、まあ保守的なところから外れてる可能性もちょっとあります。最近の加藤勝信さんの話ちょっと私聞いておりませんので、ちょっとそこは分かりませんけども、まあ加藤勝信さんのですね話もちょっと出てきております。ポスト岸田の話ですよ、というのが出てきておりますので、それとですね、まあ小泉、進次郎くんですね、くんはですね、まだまだお父さんが早いということでですね、まあ出してくれないということですね。河野太郎さんはですね、まああまりにも人気がないということですね。石破さんはお仲間を集めきるかどうかということですね。まあそういったことでですね、まあ麻生さんの推しというところはですね、上川さんというところでですね、まあ横一線にまあ並んでいるのかなというふうに今思います。ポスト岸田はですね、ですので岸田さんはですねもう無理ですで岸田さん最後っぺ出してきましたよ。何でしたっけ、ですね、最後っぺをですね、日本潰しの最後っぺ、
6年間のですね経済財政申請計画というのをですね辞める前に出すと骨太の方針で出してきたということでですね、6年殺しですよ皆さん、6年殺し、緊縮財政を今後も6年間やると、財政申請計画というものをですね最後っぺで岸田さん会ってくるということでですね、6年殺し、今から6年間日本を苦しめて苦しめて、 財務省がですね苦しめて苦しめて、財務省金もう巻き上げて巻き上げて、日本からどん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 せしめてですね、この申請計画というのをですね6年間緊縮財政続けるということでですね、最後っぺやってきたと して辞めるということでですね、本当岸田さんの顔を見るともう悪魔に思えてきますと同時に、蓮舫さんがジョーカーに見えてきます。あのジョーカーです、あれにちょっと見えてきたんで、最近ね本当に恐ろしいことが次から次へと起こってですね、本当想定外ということですね。はい、またですね、次回皆さんといろいろ何かありましたらですね、皆さんのお話していきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、さよなら、さよなら、さよなら。